デンデラの電球デンデラの電球は、エジプト、デンデラのハトホル神殿にある石造りのレリーフとして掘られたモチーフ。これは、現代的な電気照明装置に見た目が似ている。教会科学による仮説はデンデラの電球が古代、エジプト人が持つ高度な電気技術を描いていると、示唆している。しかし、主流のエジプト学者は、エジプト神話からの象徴的なイメージの典型的な、 ものを表しているとみなしている。これはそれぞれ安定と多産の象徴であるジェド柱と、中に蛇を孕むハスの花を描いている。エジプト学者の見解は、このレリーフはジェド柱と中に蛇を孕むハスの花で、エジプト神話の様相を表現した描写である。ジェド柱は安定性の象徴であり、オシリス神の背骨としても解釈される。ジェドの中東を形成している四つの平らな筋は、 あたかもジェドが背骨であるかのようであり、伸びている人の腕により補助されている。この腕は、レンの花の中で蛇を抱いており、レンの中の蛇は、毎年のナイル川で起きる洪水に関連する肥沃さを象徴している。主流の解釈とは、対照的に、境界科学による仮説では、現代の同様の危機との比較に基づきこのレリーフが、古代エジプトの電気技術を描いていると提案している。 電気ランプが墓の中に、油煙の堆積物がないことを説明するという同様の、お菓子の提案に対する j n ロッキャーの一通りの、言及は時々この得意な解釈を支持する議論として、進められてきた。この解釈の支持者はこれを論ずるために、銅板で覆われた、ハイポールに言及したテキストも使用しているが、ボールコスターンは、銅で覆われた、ポールの頭が、 電気や光に関係しない理由を詳細に説明し、エジプトでは電気を操るために使われた証拠は何も見つかっておらず、これは神秘的なものであり、技術的な設備ではないことを指摘している。ありがとうございます。